こちょーす。中までたっぷりチェアです。100人マリオチャレンジじゃねえんだな。リスナーさんが送ってくれたコース、ツイッターで送られてきたコースです。10エリアチャレンジ。なんかリメイクっぽいんだよね。前やったやつの、さらに強化されたやつ。クリチェに3時間かかったコースらしいです。1から3のエリアは、ある程度勢いでいけるっていう話ですね。出ました。俺の嫌いなポンデリング。惜しい。これは勢いで入っちゃった方がいいのかな。いや、これ結構やばそうだよ。はい。で、ここについて、まあ大丈夫じゃん。抜けるじゃん。OK じゃん。刺さるか刺さるか OK ですか。いや、これ結構むずい。OK。強引だけど、行く。うわ、これは反応していかないといけないんだ。これ上どうなってんだろうな。とりあえず上行ってみるけど、なんか何もなさそうだな。上が投稿作用ゴールだとすれば、3時間クリチェかかんないはずだから。え？あー、うん？あ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 ぶね。なんか勝手にパウで行っちまったけど。なんだろう、とりあえず何かがあるぞ。何かがある。何かがあるな。何なんだ何がしたかったのかな。とりあえず上に行けましたけど。おい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 、投稿者用ゴールじゃねえ。投稿者用ルートがあった。けど多分違えんじゃねえかな。じゃあとりあえず一番右から行ってみましょうか。お？でもさ、3時間かかるっておかしいよね。これやって3時間かかるっておかしくね？そっか。やばい、ティーオシザウルスが。あ、取られた。厄介すぎんぞ、お前ら。マジ厄介すぎんぞ。とりあえず入って。なんだ、スター挟まれて死なないように、この上に乗っていけっていうことね。ここで中間があります。おお、これも難しいぞ。相当難しいだろこれ。下に下がるのは、うわ危ねえ。いい反応。あ、積んだ。あぶねえ、足だ。これがステージ9。まあ内容が少し分かってしまったけど、最初から行きましょう。OK! 掴んでしまえば、え？おう、びっくりした。これどうなったっけ？あそこで降りなきゃいけないんだよね。これは大丈夫。うん。で、ステージ4。あ、中間。ああ、3時間かかった理由はそういうことか。ルートがあっても、あれだよね。中間置くとそこから何度もクリアチェックしなきゃいけないんだよね。そのせいだね。そりゃしんどいわ。お疲れ様でした、本当に。このコース作るのは相当時間かかったはず。一つ一つの銀一駆のレベルもかなりきついもんね。ああ、せっかく、メット状態で今行けたのに。うわ。ファイヤーバーの位置をし、ファイヤーバーの位置じゃねえや。出てるのをしっかり見ていく。バー、早速捉えちゃったな。お、ん？右に行って。危ねえ、被って。ん？ボム兵ちゃんが？おしゃい。死ぬ。あ、そうか。ボムヘちゃんがあれでなんとか。せっかくまたかぶれ、え、これはなんだ。上抜けれるかこれ。違うな、間だな。上いけるか。いや、間だよね。え、間きつくね。上だな。大丈夫だね。 OK。 即ジャンプ。いやー、やっぱ食らうか。まあそうだよな。でもいけそうでしたね。
これは踏んでいかないといけないのか。よし、はい。まあ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 、ここでまた中華もらえる。ここがこれなのか。あっぶね、ティヨシダウスさん、あっぶね。ヌンチャクッパス、一旦コクッパ処理するべきか否かだな、これは。どっちにしてもヨッシー連れてけないか。頑張ればいけそうな気もするんだよな。危ねえ、片方撃破。なんかいけそうだよね、いけそうな気するよね。あぶれ、あミスった、もったいな。ここで踏ん張って、あ、いけるのかな、どうなんだろう、どっちなんでしょう。よいしょ、とりあえずステージ8かな。食らう。ここが相当山場だろうね。ここやべえよな多分。クッパファイヤー来るわ。横近いと辛いな、横近いと辛いね。近い時が辛いから、出たところをしっかりと。オッケー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 、クッパファイヤー、あ、大丈夫ですね、勝ちゲーですねこれは。オッケー、おーっと落ち着いて処理。オッケー、下どうなってる、普通に降りて大丈夫。さあラストステージですね。さあおいで、ジャンプしたらしょ、うん、無理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 、これどうする。やばい、近いのはまずい。ふぅ、あぶねえ、これどうするよ、これきつくね。よしよし、いや今チャンスだと思ってね。いや前に来てもらわない方がいいな。来てー、やったぜー、オッケー、よーし、冷静でした、お疲れ様でした、すげえ楽しかったです。ロックと地面の間、どういうこっちゃどういうこっちゃ。ブロックと地面の間、あ、そういうことか、音符ブロックのこの間を通れますよってことを言いたかったのね。なるほどね。え、あ、ギリギリ届いた、そういうことか。これはまあバグとは言えねえか、残念ながらな。いや、バグなのかな、すり抜けだからバグって言っていいのかな。でもなんとなく基地のバグって感じしますよね。いや、これ超楽しそう、やばそう、大量キスアップ。うおー、すーげえ気持ちいい。もう一回やろう。うーし、うーし、オーケー、うーし、オーケー。ストレス発散になるね。何これ、キャノンです。隠しブロックはないらしい。はい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 、嘘だろ、来るんだな。いや、これきつくねえすか、これきつくねえすか。いけた、いけた、いけた、いけたけども、いけたけども、おー、よいしょー、アミーボオートマティック、おーおーおー、順に入れ替わってくのか。ここでガノンに変わり、メットをかぶり、ここでリンク、お、トライフォースだ。で、姫。で、サムスか。で、今度はスーツ着たサムスか。お、ここでカービィ。かわいい。で、で、でにならずに、ここでディディになり、ここで、ドンキー。ファルコン、パンチ。お、すげえ。気持ちいい。最後はキノピオ、よいよいだけ聞こえましたね。おお、そうやって上に行かすか。なんすかなんすか。消しゴム参上、あ、
公式のコース、うわーなんか公式感あふれてんな公式感あふれてんな。あ、取れない。ビタミン B1 が取れなかった。これ結構難しい。でも普通に難しい。ほっ、でも楽しいね、やっぱね、こういうのはね。これはどうすべき。普通にこういった方が良さそう。ここ通ってそのまま降りて OK。 OK。 あ、ごめん、気づくのが遅かった。消しゴムなっとるやんけ初代のスピランってあんまないからね。レアレア。こうなってこうなって飛んでミスります。ビヨーン。あ、とう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 。でん、あー蹴っ飛ばせる。そこでジャンプ。はっ、オッケー。ね、入ってどこに繋がるんよ。左ドン、左叩いて叩いて死にます。ジャンプジャンプジャンプ、オッケー。走って大丈夫。踏んで踏んでそのまま行って大丈夫大丈夫。はい、ここはダメ。スピランの50秒は難しいじゃなくて結構長いからねって言おうとしたら死んだ。こうか。あ、ちげえ。いや、ジャンプか。これいけるの。よーし、オッケー。あと25秒かぶるんです。かぶるんです、かぶるんです。あ、死んだ。順番が逆だ。オッケーオッケーオッケー、いけたぞ。よっしゃー。右に走って、何かある。あ、さっき死んだとこがちょっとよく分かんなかったけど、まあなんとか対応できるんじゃないでしょうか。ドーン。まずはこれを蹴っ飛ばしてドアに入る。で次がバニーアクション、バニーアクション、ジャンプジャンプ。そしてこの赤砲台、赤砲台、テレサ抜け、バネル、カロン、カロン、ワンワン抜け、ジャンプジャンプジャンプして1回2回サンガリア、オッケー。で右押しっぱかぶります、かぶります、はい、かぶります、ほいよ、はい、かぶります。いいね。でそのまま右ってゴー。試しに、いや、わかんない、微調整入れたわ今のも。結局今の微調整入れた。で、スタートリーのゴール。オーケー、お疲れ様でした。やっぱスピランって楽しいな。はい、お疲れ様でした。最後まで、おお、タイム更新やった。最後まで動画見てくれてありがとう。チャンネル登録済んでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。アディオスアミーゴ。